それでは御言葉をお読みいたします。コヘレトの言葉、これは新共同訳聖書です。また新改訳ですと伝道の書となります。3章の1節から11節まで最初にお読みいたします。コヘレトの言葉、伝道の書、3章の1節から11節まで。何事にも時があり、天の下の出来事にはすべて定められた時がある。生まれる時、死ぬ時、植える時、植えたものを抜く時、殺す時、癒す時、破壊する時、建てる時、泣く時、笑う時、嘆く時、踊る時、石を放つ時、石を集める時、法要の時、法要を遠ざける時、求める時、失う時、保つ時、放つ時、裂く時、縫う時、黙する時、語る時、愛する時、憎む時、戦いの時、平和の時。人がロークしてみたところで何になろう。私は神が人の子らにお与えになった務めを見極めた。神はすべてを時期にかなうように作り、また永遠を思う心を人に与えられる。それでもなお神のなさることを始めから終わりまで見極めることは許されていない。お祈りします。天の神様、今日も私たちをここに集めてくださいました。今日旧約聖書の中から、また伝道者の書、私たちをイエス様のところに集める書であるとありました。どうぞ主よ、この書物を通して私たちが何者であるかを知らせてください。と同時に、神様がどのようなお方であるかということを私たちに知らせてください。あなたの御手にお委ねいたします。御霊の知恵が、助けが一人一人に与えられますように。はじめにイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は三つの時計というメッセージの題です。三つの時計です。そして括弧しまして、自分、世間、永遠と分けました。三つの時計、自分、世間、永遠であります。コヘレト、これは元々の意味は集めるっていう意味だそうですね。多分これは神様のところに人々を集めるっていうことから出てきたんじゃないかと思いますけれども、伝道者ですから神様の道を伝えるっていうことになります。これはとても面白い、私たちに興味をそそられます。物語でもないし、何だろうか、単なる教え、もっと超えているような、そういった霊的なところがいっぱいあります。まずコヘレトの言葉の一章の二節ですけれども、コヘレトは言う、何という虚しさ、何という虚しさ、すべては虚しい。要するにこれが有名なこの空の空、空の空、すべては空であるっていうことでよく言われております。これは非常に私たちにぴったりくるんです。なぜかというならば、東洋思想がこの原点に立っているからなんですね。要するに無、あれ空っていうこの思想。これは日本人の血にも流れておりますね。そして私たち、東洋的な救いっていうのは空。これを知ること。悟ること。しかし、伝道者が言うところの空の空っていうのは、東洋思想とは全く違った意味を持ってるんです。要するに、私たちは空の空だから、空であってはいけない。それを満たしていかなきゃいけない。そしてそれを満たすお方がおられる。ということになるでしょう。ですから、東洋思想では、空とか無っていうことを、これを受け入れること。受け入れることが救いとなっていく。なぜならば、人間がいくら望んだって、そんなものはないんだと。結局は死んでいくじゃないか。結局は奪われていくじゃないか。とかですね、すべて分かれていかなきゃいけないっていうことになるときに、そこに得るものは何もない。だからむしろ逆に、そういったのが人間なんだ。それを受け取ること。無であることを受け取ること。それこそ人間の救いだっていう思想こそ、東洋思想ですね。ですから救いっていうのは、人の苦しみや惑わす、いろいろ来る。そういった煩悩、
煩悩を捨てていくということ。もっと言うならば、自我を殺すって言ってもいいですよね。もうちょっと言うならば、無自我になる。だから、座禅を組むのは何のためですか？誰かとお会いするためでしょうか？空想の世界に入るためでしょうか？むしろ、まあ私もやったことはないんですけれども、これは無になっていく。自分は本当に何もないんだと。これでいいんだ、みたいな。あるいは今度は人間は別のことも考えます。無になる、無自我になるのとは逆に、進化論的な考え方です。もっとこうすれば、もっとこうすれば救われる。もっとこうすれば救われる。こうなれば救われる。そういう人の方は、むしろそれはできないんだと。だから無をむしろ最初に悟っていく。悟っていたものが救いになっていく。スタンレン・ジョーンズっていう人が神の叱りっていう本を書きました。とても興味ある本で若い時一生懸命読みました。そんな中において彼はインドで長年伝道した人でした。アメリカの人ですけれども。そしてヒンズー教、あそこは盛んですね。ある時にヒンズー教のとっても偉いお坊さんに聞いたそうです。あなた方の救いは何ですかって言ったら、はい、ブラームになることだって言ったそうです。ブラーム。ブラームっていうのはまさに無自我のこと。無自我になることが救い。では、その無自我になるためには何をしたらいいんですかと聞いたそうです。そしたら、に、ネイバーを繰り返す。にっていうのは not っていう否定形ですね。ネイバーっていうのは存在とかなんか。だから、に、ネイバーっていうのは、ないんだ、ないんだ、ないんだ。そこにいる男性、女性だとするならば、この女性はないんだ。この男性はいないんだ。このお金なんてもともとないんだ。とかですね。そういったに、ネイバーを繰り返す。そして、今度は、自然と一体となるっていうことが救いだ。と言ったそうです。要するに、自力で自我っていうものを殺していく、なくしていく。日本の浄土真宗もそうですね。平教の影響を受けております。このようにして、無自我になっていくっていうことが救いっていうことが、東洋思想の根底にある救いの思想です。コヘレトは、空の空、空の空って言いましたけれども、それをむしろ肯定してるんじゃなくて、否定してるんですね。なぜならば空でないものはあるからです。だから、このコヘレトは人間がまず何者であるかっていうことを教えていく。そしてそこに留まってはならないっていうことを教えようとしております。一章の三節に、太陽のもと人はロークするがすべてのロークも何になろう。空の空、空の空はどこにありますか？それは太陽の下にあると言います。太陽の下。私たちはいつも太陽の下に生きてますよね。コヘレトが行く風、太陽のもと。人は太陽を超えることができません。聖書によるならば、神は土の塵、自然界のもので作られた。ってことは、太陽の下のもので作られたってことになりますね。しかし、聖書ではそれで終わってません。太陽の下で作られたから、日が昇ったら起きて、日が沈んだら寝て、食べて、こうしてやってあって死んでいくんだっていうことの繰り返しではなくして、太陽の下で確かに人を作りました。人の塵で作りました。しかし、それで終わらないで、神様はそれにご自分の命の息を吹きかけられた。それによって生きることができるようになった。と言います。太陽の下っていうのは、今度はこういうふうに例えることができます。トンボとヤゴを考えてみてください。ヤゴは水の中にずっといますね。これ、ある面で人間の太陽の下です。でも、ここの水の下にいたら、トンボは、ヤゴはどうなりますか？やがてその中で死んでいくしかないですね。私たちも太陽の下で、母親から生まれて生活をして、何年経ったとしても、ここにいる限り、それはヤゴと同じように太陽の下ですから死んでいかなければなりません。でも私たちはそこで生きるようには作られてない。ここから自分の殻を脱いで、そしてトンボになっていく。自ら空気の世界。この
太陽の下から太陽の上、そこに生きるものとして私たちは作られている。人間はですね、命と思って太陽の下の命、この自然界の命を超えて生きていく。これが私たち人間に与えられている恵み、命です。ではその命っていうのはどこにあるんでしょう？太陽の下を超えていくのはどうしたら超えることができるんだろう？まず、人間の命っていうのはどこにありますか？人間の命はどこにありますか？心臓でしょうか？食べ物でしょうか？そうではないですね。実は、聖書によると、人間の命はその人個人にはないと言います。個人の中に命はないんですね。では、命っていうのは、心臓が動く、脳が動く、考える、手足が動く。これだったら動物も同じです。でも、聖書は言います。人間の命は、これは愛。愛こそ人間の命だと言うんですね。では、愛っては何？愛っていうのは一人では成り立たないですね。愛っていうのは、あなたがいて、私がいて、要するに、相手と私。これがあって、初めてこれ、愛って成り立つ。ですから、一人で命を作ることはできない。動物は、一匹のオスに十匹のメスでも、文句言うメスなんていないでしょうね。人間はそう、できませんね。なぜならば、それは命を失うことになるからです。私に対しては、あなたのみ。あなたに対して私のみという、ここに命ができています。そして人間はっていうの、神の形にかたどって作られました。形っていうのは内容のことです。永遠の命を持てるように。そして形っていうのは外形。その外形っていうのは男と女に人を作られた。神の形。神の形は、父なる神様、御子イエス・キリスト、聖霊なる神様。この三つの人格を、神格ですけれども、持った者たちが、お互いに相手のために生きようとしていく。ここに、三位一体の神様の中に、誠のアガペの愛っていうのが、ここに作られておりました。そうです。私たちの命。これは、太陽の下にはない。太陽を超えて、しかし、誰と、愛っていうのはどこにある？最終的には、神様と私。私と神様。そして、今度は、私と夫、妻、子供、隣人、友人という、この命、つながり。ここにこそ、私の命があります。ですから、コヘレトの一章の二節に、何という虚しさ、何という虚しさ、すべては虚しい。そうです。太陽の下。これはどんなに頑張って、大統領になろうが、世界を征服しようが、これは虚しく、空の空、空の空、すべては空である、ということになっていきます。そこで、二章の一節に、私はこうつぶやいた。快楽を追ってみよう。愉悦に浸ってみよう。見よ、それすらも虚しかった。って言って、彼はこの地上で、ありとあらゆることを求めたんですね。一生懸命求めて何かえようとして。快楽を、次には二節には笑い、三節の方には酒、それから偶像、大規模な事業、あるいは財産を増やして、金銀を蓄えるってずっとこの後続いてますよね。この地上で私たちがこれだったら幸せになれると思うことを彼はみんなやってみたっていうんです。そしてその結果として彼が得たのは一章の三節に太陽の下人はロークするがすべてのロークも何になろうという結論。神のない世界は空であるということに彼は到達できたんですね。では本当の解決はどこにあるの？救いはどこにあるのか。三章の一節、先ほど読みました。三章の一節です。
何事にも時があり、天の下の出来事にはすべて定められた時がある。この時、定められた時、これ注目していきましょう。生まれる時、死ぬ時、植える時、植えたものを抜く時、殺す時、癒す時、泣く時、笑う時。確かに、そうですね。この時に従って私たちにこういったことが次から次へと襲ってきます。では、その時っていうのは何でしょうか？ 24 時間の時っていう、あるいは1秒、2秒、1時間、2時間、24時間、1年っていう、そういった時でしょうか？この時っていうのは、これはこの伝道者が言ってるのは、計画とか考えとか、支配するもの、むしろ。この時っていうのは支配するもの。ですから、生まれた時、これに支配されますね。誰のとこに生まれたか支配されます。あるいは死ぬ、これ支配されますね。ですからこの時っていうのは、これは私たちが支配されるものっていう意味に取ることもできます。そうすると人間には二つの時があります。二つ。時を時計と言ってもいいですね。第一番目の時、それは自分の時計です。自分の時計。1章の12節に、私、コヘレトはイスラエルの王としてエルサレムにいた。これをソロモンって立て替えている人もいるんですけれども、まあ、いずれにしても、イスラエルの王っていうことは世界の王っていうことです。エルサレムにいた。何でも思い通りにできるはずの人でしたよね。ですから、2章に書いてあるように、快楽、笑い、愚、こう、酒、何でもこうやってみた。何が起こったか、悩みも増してっていうことであったんです。二章の一節からの徹底的に我欲の追求をやってみる。彼には満たされ、しかし満足はできなかった。自己中心という時計を振りかざした。自分の考えに人々を従わせた。あれもした、これもした。しかし、どうだったかってならば、これも虚しい。独裁者になって何でもできる立場になったけれども、虚しい。なぜ自分の時計通りに、計画通り物事運ばないのか。明確です。もっと大きな時計があるからです。自分っていう時計よりももっと大きな時計です。ですから2番目の時計。今度は世間時計。第1番目は自分時計。第2番目は世間時計。自分時計を実現させようと頑張っていくんですけれども、自分の思い通りいかない。なぜならば、それに反抗する世界っていうのが、自分ではこの大学に入って、何々に入って、国会議員になって、総理大臣になって、あれしてこれしてんですけれども、それを考えるというのは自分一人ではない。また世間がそれを許すかどうか。それもわかる。自分一人で受験するわけじゃなくて、多くの人たちが受験して、自分よりも成績のいい人がいっぱいいるかもしれません。そのようにして自分通りにいかないんですね。私の父のことを話をしますと、山形県の月山のふもとの雪が、冬季には1メーター半、3時、50とかですね。多いところは2メーターぐらい積もるようなところでの農村で生まれましたから、本当に貧しい山村ですね。そして、やがて同じ村から妻を迎えました。私の母ですけれど。そして、女の子が昭和16年に生まれました。これが長女です。大東亜戦争が始まったもんですから、その女の子の名前を東子、東の子で付けたんですね。そして、2歳ぐらいになった時に妊娠したんです。2番目の子。男の子が女の子分からない。ところがその時に招集令状がかかるんです。ですから赤ちゃんが生まれるとかなんか言ってられないですね。2人の子供を置いて、まあ1人はお腹ですけれども、それに行かなきゃいけない。これは世間時計ですね。今まではある面で自分の時計でやってきたつもりでいるんですけれども、日本国っていう時計。
世間時計もっと大きかったわけです。そして今度は自分の思い通りに来ることができない中国に渡らせられました。そしてそこでいろいろやっているうちに終戦を迎えました。中国兵から捕まえたら殺されるってことで、わざわざロシア兵のいるところに行って捕虜になりました。そして今度はモンゴルの方で2年弱捕虜みたいなことをやらされて過ごして、そして帰ってきました。今日は21年ぐらいだったでしょうかね。体はガタガタになってたようですね。まあ、それから普通に働いたりなんかもしたんですけれども、膵臓の手術をしたりなんかしてですね、64歳で亡くなってきました。ですから、本当に見ると、私たちは自分の時計で思い通り行くかっていうならば、それをもっと大きな世間時計っていうのがあって、それに支配されている。二つの時計。いずれにしても、自分時計を持ったとしても、世間時計を持ったとしても、人間は救われないですよね。私たちには、これで終わりなんだろう。自分との時計を持つ、しかし世間時計の中にいる。どちらもうまくいきません。しかし、この二つの時計には限界があります。限界。その限界は何かっていうのは、太陽の下です。太陽の下。では、どこに救いがあるか。実は私たちにはもう一つ時計があるんです。もう一つ時計があります。それは何かってならば、永遠時計です。永遠。まあ、神の時計と言ってもいいですよ。神が持つ時計があります。自分と世間時計を超えさせるもの。先ほど、ヤゴとトンボの話をしましたけれども、水の中から私たちを空中に飛ぶものにしてくれる。その一つの方法。何でしょう。これはイエス・キリストの十字架です。本当に水の中にいる私たちが、ひとたび死んで、そして生き返る。自分の命に死ぬ。そして、キリストの命に生きる。このもう一つの方法があります。自分時計、自己中心と自力、自分自身、世間時計、これをも超えていきます。三章の一節に、何事にも時があり、天の下の出来事にはすべて定められた時がある。と書いてますね。天の下の出来事にはすべて定めた時がある。すべてに時があって、今まで私たちは自分時計と世間時計の間を行ったり来たりしていなければなりませんでした。そこに解決はありませんでした。ここで私たちには何が与えられたかというならば、三章の実節に、私は神が人の子らにお与えになった務めを見極めた。神はすべてを時期に叶うように、時期って何でしょうか。これは神様を知って、神様の御心を知って、神と共に生きるっていうことです。時期に叶うように。そして私たちが神様と共に生きていくときに、そのときにまた永遠を思う心を人に与えられる。思う心っていうよりも、むしろこのズバリ、永遠を与える。太陽の時計、太陽の下、あるいは、まあ、この世間時計と自分時計を超えていく時間、空間。これが私たちに与えられていく。そうです。これこそ私たちの救いとなることです。さらに3章進んでいきますと、14節に、私は知った、すべて神の技は永遠に不変であり、付け加えることも除くことも許されない。神は人間が神を恐れ敬うように定められた。今あることはすでにあったこと、これからあることもすでにあったこと、追いやられたものを神は尋ね求められる。私たちにとっての救い、それは神を恐れるっていうところに、恐れるって怖いじゃないです。畏敬の意。畏敬の意っていうのは人格と人格が交わって、そして相手を本当に尊敬できるっていう、その人格と人格の交わりのところに、
命があって、そしてそこに生けっていう言葉が加わっていると見るといいと思います。コヘレトの言葉、伝道者の書、私たちを神様のところに導いてくださる書であります。感謝いたします。お祈りします。天の神様、今日も私たちをここに集めてくださって、コヘレトの言葉、伝道者の書を通して、語ってくださいましたことを心から感謝いたします。本当に神様がいろんな人たちを通し、私たちに自分時計、また世間時計で生きるのでなくて、永遠の時計、神の命によって生きること、神と共に生き、そして神様と共に生きる者たちを愛し、またこの世において自分の家族を愛して生きるようにと、あなたが作ってくださいましたことを心から感謝いたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。